まさか昨日アジア街で飲んでたの？ええ、酔っ払ってわけわかんない。すいません、まだ準備中で。あれ？久しぶり。本当にマスター、聞きたいこと何ですか？スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡。そういえば秋山さん最近見なく。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてから。そうか。遥かを。あれ、ああちょっと訳があってな。今ハルカがどこにいるか探して。あ、そうですか。でも何か。すまないな。しばらく寝てろ。もしかして桐生さん？久しぶりだな、ママ。もうびっくりさせないでよ、本当に突然なんだから。ってことは。いや、いいんだママ。あら、そうなの？それより伊達さんと。そう、本当に治安が悪くなってきちゃった感じよ。桐生さんも気をつけてね。ああ、そうだ、ママに聞きたいことがあるんだが。何かしら？秋山の居場所。ああ、秋山さんね。ごめんなさい、私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね。その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで遥かを見かけなかったか？え？ずいぶん前の話。理由は。そうなの、それは大変ね。てっきりはるかちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも何か分かったら連絡するわ。あとママ。
しばらく寝てろ。